マリオカート8実況プレイ始めていきましょう。チース動物チャイチョです。さあ同じ部屋の続きですが、なんと4万の方が入ってきたようですね。これは超高齢と部屋ですよ。やばくないですか。やばいですよこれ。しかもねこうやって後ろ見ると、はい重量級。いやーやばいね、怖いね、怖いよーですね。さあステージはマリオカートスタジアム。ちょっと音声がブツってなっちゃったけど大丈夫？うん、最近ねちょっとアマレコ TV っていうよりキャップを結構長い期間結構使っちゃってるから、そろそろ新しいの欲しいかなっていったところですかね。まあ自分の給料で買います。5月以降じゃないと買えないと思う。新しい PC もパソコン欲しいんですよ。うん、正直パソコンに関しても結構長く使っていますんでね。さてと、ここでキノコラムダッシュちょっと減速したからもう1個使う。前の人がまだ緑コーラ持っているけど使っていないようなんで大丈夫かな。さあ自分が今度赤コーラ、ちょっと赤なんだ今ね、緑コーラあったの見えたけど、なんだなんだ、なんかアイテム盗めたぞ。ミラクル8を盗めたようです。スターだけ盗めたようです。さあラッキー、今の行こうチェット生かしたいけど、ちょっとね赤コーラの人は隣にいたのがあのねいい具合に、なんかなんて言うんだろうな、消去されてたね。上書きされましたね。もう帳消しされましたね、まさにそう帳消しですね。うん、行幸を帳消しにされた瞬間ですでしょ。さあ一人パックンの方がいるけど溶けたからラッキーと、問題ない。さあもう一個、ちょっともう一個赤コーラ持ってる人が後ろにいるけど大丈夫。さあ自分も、赤コーラだからそこは問題ないでしょうけど、後ろからねこうやって見れば分かる通り、緑コーラが迫っていて結構ホーミング力が高いからね、これぶつかるとね怖いんですよね。でここでキノコを使って、次のアイテムにかけたいけど、かけたいけど今ね抜かしたと思ったら、あー赤コーラ持ってる人がいた。はい。いやーこれはきついわ、きついわ今のは。でここでキノコ使って2人ぐらい抜かせっかな、いや3人抜かせる、抜かせないわ、加速の差で抜かす。うわー加速の差で抜かしたけど7位までですね。あーでもやっぱ高いな、高いから7位になっても全然減らないのはありがたいな。はい、8バージョンのマリオサーキットですね。コースにマリオがつくコースが今回多いですね。名前にマリオがつくコースが今回多いわけだけどさ、今回はどうなんでしょうか。ここはね、5勝目を飾った時に、勝ったコースですけど、ここ結構やっぱ前ゲーなんですよね。ただしかも勝った時のマシーンまだドリバイだった時ですからね、マキシマムだった時だったからな。ブルーファルコに変わってどうなんだろうな、あんまり勝ててない気がするんですよね。あのプライベートのノラでもねあんまり勝ててないかなって感じですけど、おいいね、狩れた、一人狩ることができて、さあちょっと後ろに投げれないかな、大丈夫ですね。まあ後ろ警戒で投げて、こうアイテム止まるのちょっと遅いけど、どうだどうなんですか、アイテム止まって。やっと止まったよ、もうまあ1個だからどっちにしろしょうがないな、これはショートカットできない。で1人抜かしての赤コーラは大丈夫、よし、5位だった人が赤コーラ持ってたように見えたけど、順位下がったから大丈夫でしたね。ちょっとアイテム止まるの遅くなったね。なあみんなキノコですね、ほとんどが。でショートカットする人もいるの。さあここでそろそろいい感じになるないかなと思ったけどな、変わらないですね。ラムダッシュは取っておいた方がいいかな、まあ、緑コーラ持ってる人もいるしちょっと遠ざかっておきましょう。でここでアイテム入れ替える、アウト、アウェイアウェイアウェイ、ちょっと怖いね。まあアイテム止まるのも若干マイル早くなったからちょっと3周目に期待かな。さあトゲゾウさんも来てるわけだし、おう、そっちの人の方に当たっちゃったか、コインなんでそんな、あ近いね、近いからか、そんな近いのか。うわ7位でコインはちょっとさすがにないわってなったけどね、うん、さすがに7位でコインはひどい。あしかもアイテム取れん。これはひどいですね、まあ、最後のアイテム次第って言ったところでしょうか。ちょっとキラーのね音が聞こえたような気もするけど、もう終わってるようですね。ちょっと実況的にも忙しいコースですねここは。よいしょ、あ赤さんかい、しかも1個投げれなかったし、1個投げればね5位の方をちょっと攻めることができたけど、やっぱあの後にアイテム引ける人は有利でいいですね。よいしょ、飛んで6位、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 よし6位、オーケー。
とりあえずプラマイの境目は行って、はい、プラスマイナスなしとすごいね、ここ激しいですね。やだなここはドルフィンにさっきね大嫌いなコースの一つですいやだなここは本当ね、このねブルーファルコンはね水に対して相性が悪いですかね。しかも僕はスリックタイヤですから、さらに相性悪いですよ。よいしょ。でもってね、あの名前にね GRE って方がついてる方がここにこの辺入ってきたんで、チームの方かな、おそらくなんかそのタグがつく方が2人目になったんでチームの方ですかね、おそらくね。よいしょ。まあ、強いかな、やっぱり強いですね、さっきの人も。うん、ここレート関係なく強いですからね。さっき1位だった人9000台だったから、うん、やっぱねレートが高いっていうのも強い人と走ってていいかなって感じですかね。うん、もちろんレート増えないと悔しいなって思う時はありますけど、うん、強いやつに勝った時が快適です。会心の一撃を食らわせることができたみたいなね感覚で僕的にはそっちの方が好きだったりします。危ねえ。おっとね、赤コーラ持ってる人がいたから投げれなかったですよ。うん、あーもうパクン、どんでもってクラクションのデスコーン、これはひどいですねクラクションのデスコーンわあちょっとひどいな。よいしょ。まあでもしとかないとね、あっちのクラクションの方の方が食らうから、あれは仕方なかったのかな。よいしょ。もうねこのねアイテムの悪さだけはどうにかならないですかねこのコースになると本当にアイテムが悪くなるんですよ、すごいよかった試しほとんどないですよ。ほらこの順位で峠を引かされるほんまどうしろと。なんか周りが事故ってくれてるからまだいいんですけど、まだ順位的にはまだなんとか救いようがある順位ではありますけど、本当ここ苦手だからね、アイテム取れなきゃやばいよ。なんで木の位置なんだよなんで木の位置やねん。まあ前の人が赤コーラだから仕方ないのかな、これは。うん、赤位置だったみたいなんで、仕方ないんですかね。とりあえず6位ぐらいにはなっておきたい。あれなんかアイテム使ったのに使ってないことにされてる。じゃあちょっとまずいですよ、うん、ちょっとファイヤーを食らった瞬間に、ね、とね同時にねアルボタン使ったのが悪かったのかな。さあここで8位はやっておきたいけどちょっときついな、日野さんではちょっときついですよ。よいしょ。あ、しかも壁ゴン、これ壁ゴンしやすいんですよ、だからあんま好きじゃないんだよなあんま好きじゃないねあ、さっき1位だった人がね最下位になるぐらいだからね、ほんと激しいですねこの部屋はあ、気がついたら4万の方いなくなってるし、そして何度目のワリオ鉱山でしょうかワリオ鉱山ですね。俺は場合によってはカットですねなんでかっていうとね、ここ最近の動画でワリオ鉱山当たりすぎなんですよ当たりすぎいやーこれは動画的にはちょっとよろしくないでしょう、同じコースばっかりで違う展開違う展開ってなればいいけど、やっぱね同じコースよりは違うコースの方が走っていきたいと思うんでね、場合によってはこれカットしてますね。カットしなかったらなんかいいことあったんだなとでも思ってやってくださいいいことあったなとか面白いことでもあったなとでも思ってやってください。さてと、まあとりあえず、走るからちゃんとね実況していきましょうこれをね実際にあれだ動画化するからはともかくとしてですね、これ後ろに投げてね警戒しておきましょう。よいしょ。さてとここはねこっち側に行った方がいい。よいしょ。なんでパッキンがなこんなに長いんですかね、危ない。よいしょ。でこれで怖いから後ろに投げて崩しておくの。さあ緑コーラね怖かったから今後ろに投げたけど、うまい具合にコーラを減らせたのはラッキーでしたね。ブーメラン持ってる方がいますね、ブーメランまだ持ってるからこれ投げちゃおう。さてとこれで、イカちゃんが来るの。おっと赤コーラなんか知らんけど壁消しできたけど、もう一個ある、無理ですねなんか知らんけど壁消しできたのはちょっとなんだろう面白かったなぜか知らないけどあそこで壁消しもできるんだなというのが新しい発見ということにしておきましょうか。4位の人がスターか、うーんなるほど、これは結構差ができてるということなんでしょうかね。さあ3周目だ、まあ楽しんでいこう楽しんでいこうよ楽しんでいこうよなあワリオくんよなあワリオくん楽しんでいこうよ、わあ楽しんでいこうよって言ったんじゃないか裏切るのやめようぜワリオくん、なあではなくて7じゃないけどさ楽しんでいこうよなあワリオくん、そこは平和に行こうぜ
と言いつつね、あのワリオくんが見事なまでに前の人にディスコン食らわせたようです。いや僕にとってはちょっとありがたいけど、ちょっと後ろの方がちょっとかわいそうだね。ここでイカちゃんか。よいしょ、イカちゃん、よしよしよし。でここで木の位置後ろに投げなければまあいいでしょう。5位ぐらいにはなれる。あーなれない。はい、6位。まあ6位でもね、一応上位 BGM なんですけどね。マイナス3なんだよ。これじゃ意味ないんですよね。はい、しょうがないですね、これは。マイナス3で済むのがいいんですよ。もう 今となっては。ということで、今回はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。また会おう。